えー、そして第2番目があなたは神の家族となるために作られたということです、えー、このセクションの第1回目だった先週は「ウェルカム・ホーム」というタイトルでユキチがメッセージしてくれました、so last week, uh, 私たちは神様のことをお父さんと呼んでもいいその素晴らしい特権について えー、学びましたねえ今日は神の家族における兄弟兄弟愛について一緒に聖書から学んでいきたいと思います。では最初に祈ります天皇お父さん神様 今日あなたのもに集まり神の家族と愛し合うということについて聖書から学んでいきますつまり今イエス様あなたご自身が教会内の愛に言及し,てしようとしておられる本当にこのことを感謝します教会内の関係がリーダーたちによってあるいはティーチングによって 指示指導によって形作られるのではなく自然と主が望まれる関係になっていくために今あなたがこれを語ってくださること、感謝します。 主の御心をオープンな気持ちで受け取ることができるよう聖霊様を送って助けてください。また今日もここに立ってメッセージするには何ら値しない私がメッセージさせていただきますが語るすべての言葉が100%イエス様から来るものであるように聖霊によって舌を支配しそして助けてください。 リエスキリストあなたのお名前によってお祈りいたします。あメンさて、今日のテーマです、so はい。神の家族を愛することを始めよう。So、はい、これです。神様の願いは私たちがすべての人を愛するようになることですが。 人々を愛するという時皆さんは誰を思い浮かべますかヒズコールのビジョンも神を礼拝し、人々を愛しとありますね。ガラティア6の10にこうあります。Chapter says this. ですから今、時のある間にすべての人に対して特に 信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。信仰によって家族になった人々というのを別の訳では信仰の仲間に対してと訳されています。 信仰の仲間 faith, faith. 神様は世界中の人々のうち、特にの神の家族に対してあの愛を行うようにと願っておられます。God especially h s us to love people, anyone who b e c o m e the family by faith つまりの、兄弟愛を大切にするようにと言われているんですね。So which means he, uh, しかしなぜ神様がその神,神の家族を優先するのでしょうかそれは神様が神の家族を際,際立たせるものは愛であってほしいと願っておられるからです。Because God の際立たせるよね、もういきなりちょっと噛んじゃった。調べ,調べてみますと、これ意味を。周囲のものよりも一段と目立たせること。他のもの、人と、 いい意味で違いがあることを強調すること。気は立たせるにはそういう意味があります。まず、like はい、神様は兄弟愛によってこの教会を世の中で目立つものにしたいと願っておられるわけです。God hopes that by the br、uh, brotherhood,、um, church、uh, should be Um, emphasized. そういうわけで一つ目のポイントです。The first point is, 神の家族を際立たせるものは愛。ヨハネ13:35にこうあります。あああななたた方方がが互いにに深く愛し合うここととよってあなた方が私の弟子であることを ジョンチャプター13:35 says, By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. イエス様は個人的な証しではなく私たちのこの互いに対する愛こそが最も大きな証しになると言われました。Jesus said, the love toward each other becomes the most biggest testimony. そしてイエス様も私たちのことを兄弟と呼んで愛してくださいましたね、えー、マルコにはこんなワンシーンが描かれています Mark, the Bible,、like、さてイエスの母と兄弟たちとが来て、えー、イエス様にもあの、まあ、神の子ですけれども地上に来られたので肉の肉親ですね。ヨセフとマリア 親とそれから兄弟もいましたそのお母さんと兄弟がイエス様のところに来たんですねそして人をやってイエスを呼ばせたちょっと来いと時に群衆はイエスを囲んで座っていたが ご覧なさいあなたの母上と兄弟姉妹たちが外であなたを訪ねておられますとイエス様に言いました him, す,するとイエス様は彼らに答えて言われた「私の母私の兄弟とは誰のことですか? Said, who are, who are」そして自分を取り囲んで座っている人々を見回して。 こう言われました。ご覧なさい。ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う者は誰でも私の兄弟、また姉妹、また母なのである。Said, brother, and and で、ヘイ・ロック・アドース・セイティー・イこナ・サークル・アロン・ヒム・エンセッティエア・マイ・ 神様であるイエス様を死体求め神様の御心を行うものが兄弟姉妹ですとここでこの御言葉に、ことにじっくり注目したいんですけれどもここにあの弟子たちもそばにいたんですが 群衆たちのことをもさしてイエス様はこう兄弟姉妹と言われたわけですね群衆たちですからこのイエス様のもとに集まってくる群衆に愛がなければ have love? ただのミーハーな追っかけですよ。

そのわーって見に行くその群衆の間に愛は当然ないわけでそれと同じになっちゃうんです。The no、them, イエス様のもとに集まる群衆の中に愛が流れて初めて神の家族と言えるんです。 聖書にこうあります立法の全体は自分を愛するように他の人を愛しなさいという一つの命令に要約されますここに今ある関係の中に愛が行き交っている、so、have, a, この愛の共同体の中にこの愛の共同体の中に 世の人は入りたい、教会に行きたい、ここに流れる愛の根拠を知りたいと思うようになるわけです。だから人々を愛するというとき、まず信仰の仲間を愛することが一番大切なことだったんですね。 Firstly, we, we need to love friends by faith.、はい、なので、この愛を、はい、行い、愛し合っていきましょうというのが2つ目のポイントです。ヨハネ第一の手紙3:18。子たちを私たちは言葉や口先だけで愛するのでなく、 行いと真実と思って愛し合おうではないか行動によって真実の愛を示さなければならないんですじゃあどのように神の家族を愛していくのかねあの例えばこのリーダーだから大丈夫ねちゃんとやれてるとか思う 思ってませんかもう大丈夫だろうみたいなそういう思い込み、本当にやめてくださいね。あるいは、このあの人のことはよく知らないので、何を祈ればいいかわかんないなとか。 あの人とは関わったことがないから、まあ、でもきっとライフグループのメンバーで祈り合ってるでしょ私が祈り必要はないでしょうとそう思ってませんか その思いは無関心の始まりです。愛の反対は憎しみではなく無関心です。マザー・テリーがこう言われました。愛を行うのに何か遠慮してませんかは 遠慮はしないでください。家族だからです。もし互いに愛し合わず、いがみ合ったり、非難し合ったりしているのなら、結局友倒れになってしまいます。気をつけなさい。もし愛し合わないなら、そこにはこういう危険があると。 聖書は言ってますね神様は自分を無条件で愛してくれた。そのことを、教会は自分のことを愛してくれている、人々は自分を大切にしてくれていると、愛に対して受け身の姿勢になってしまうことがあるかもしれません。 愛を行うことなく、愛に対して受け身になってしまうと愛を感じられないときに、この聖書にあるように誰かを批判したり敵視したりこのして。 ししままうかもしれませんそもそも教会にいる全員が愛に対して受け身の姿勢でいるとしたら一体どのようにして教会の中に愛が飛び交うのでしょうか 私たちは愛すべき人を自分で選びがちです。自分の家族、自分の仲間、自分のグループ、uh, ね。そうではなくて、嫌いな人、愛しにくい人、<laughs> ねえー、それからこうよく知らない人も含めて。 神の家族なら誰でも愛していくことができるようにぜひ意識を広げてください、so so、ではどのようにして愛するのか、so、we, このことに関してはイエス様が最高の模範を示してくださっています。So エペソの五5の二、人を愛する愛で満たされなさいあなたを愛しあなたの罪を取り除くため犠牲となってご自分を神に捧げられたキリストの模範に従いなさいエンチャプター says and walk in the way of love just as Christ loved us and gave himself up for us as a r g a n t offering and sacrifice to God 愛の本質は人のために何か考えたり何かをしたりこの 提供したりするるところにあるのではなく自分自身をどれだけ与えるかということにあります。自分を与えるって 誰かのために死ねということですかってね、びっくりしないでください。命というのは、時間と言い換えることができます。イエス様んは33歳で十字架にかかられましたが、その向こう、あるはずのすべての時間を捧げてくださった。 それはもう二度と戻ってくることのない自分の人生の一部を与えることと同じです。So lives, uh, 時間というのは増やすこともできませんから最も大切なそして 最も素晴らしい贈り物です。人のために自分の時間を使う。ぜひどのようにして愛を行っていくかを祈り始めてください。そして神様から聞いたことを行動に移してください。 配慮はしても遠慮はいりません。3、はい、つ目神神、神の愛への従順とハードル。3つ目、神の愛への従順とハードル。 イエス様がそうでしたが、自分の時間を与えるということは、犠牲を払うということです。いろんなものを諦めなければいけないかもしれません。自分の楽しみ、仕事、夢、目標、お金、エネルギー。It might be our そのような犠牲を払うとき私たちの心の中には葛藤が生まれます。従順へのハードルですいろいろあると思うんですけども大きく3つあの取り上げてみました。 Just mention some example. 一つ目のハードルは失望、期待外れ、怒りや悲しみです。何のことかというと、人を愛する難しさの一つなんですけど、This is to love 自分が犠牲を払って愛したときに、 相手から同じように愛が返ってこない時がありますよね。So、そこでこの「あンっていうのがこう生まれるっていう。ここで私たちはこの人を愛することの目的を思い出す必要があります。 Of love people. そもそもその人から愛されるためにその人を愛するのではなくその神への従順が目的なんですよねヨハネの「の9から10父が私を愛してくださったように私もあなた方を愛しました」。 私の愛のうちに行きなさい私の今しめを守るなら私の愛のうちに行き続けます私が父の今しめを守る父の愛のうちに行きているのと同じです。John chapter 15, 9 to 10 says, As the Father has loved me, so have I loved you.Now remain in my love.If you keep my commands, you will remain in my love.Just as I have kept my Father's commands and remain in his love. 私たちは神様からの愛に従順になりたいので人を愛しますそして私たちはこの神の戒めを守るので神の愛のうちに生きることができます And we keep his commands. 相手から期待していたものはかえって来ないかもしれない それをあまり気にやまないでください。But worry about that. 私たちにとっての見返りは神ご自身です。次、二つ目のハードルは恐れです。神様の愛に従順になろうとするとき、恐れが来ることもありますよね。 私もこのタイプでした。And, um, I I それは慣れ,し慣れ親しんだこの世の見方で従順をイメージするからです。つまり従順になろうとするとき、義務感や 教養あるいは自らからの,この脅迫観念それによって恐れを感じてしまうんです。Idea. And だけどそ <feel> そももも神様は愛ですよね 愛なんです今月に2回 Zoom であのオープンタクセの講座を開講しています講師は長井先生でのテーマは「実会回」ですきっと新しい視点でこの立法を見直し

さてあの恐れがあるために従順になれないのは、まあ、私もそうだと言ったんですけれども先日、こんなことがありました And this is my story. 車を運転しているとこう信号で止まってこの横断歩道をあの保育園のお散歩中と思われる一行がこう横切っていったんですね。When I was driving, するとの、一人の男の子がこの横断歩道を飛び出してこの車道の方に来るので、はあと思って。で、先生が、これ危ないって、こっちでしょって、こうやって、ね、戻し引き戻して。 そしてまあ無事渡っていったっていう何気ないその話なんですけど子供がこっちの方が楽しそうこっちの方がいいかもしれないって道を外れる時先生とか親とか大人はどこが安全で 何が危険かを知っていますよね。So teachers, parents, uh, 今しめを守るなら愛のうちに生き続ける。Commands, keep, uh, 神の愛とはもうこのことであり従順とは神の道に戻ることなんやなーって。 気づいたんですね神様に従う方がすごい怖いと思ってたんですけど従わない方が怖いんだなと思って。So、I I、uh, Obeying is kind、uh, I、uh, Obeying obeying Him is thought that to But not have God of God Fear fear

例えば幼少期にこの親とか先生にもう逆にねもう何かをする前からもうあれはだめこれはだめあしなさいこうしなさいとかめちゃくちゃ言われてるタイプの人もいますよね。 もういろいろずっと言われすぎて従順が嫌になってるかもしれませんそれは自由な選択肢が奪われるとかコントロールされるっていうのをこう感じて拒絶したくなるんですねしかし。 自分の親とか過去にそのように言ってきた人と神様を一緒にしないでください。So、please もうね、私も親なのでわかります。もう何が正解かわからない。I 試行錯誤してるんです。

たく比べ物にならないものであって同一視してはいけませんなので過去のことも、うん、気にしないでというかあのイエス様にちゃんと聞き直してくださいなぜなら愛するためのアイデンティティはすでに 与えられているからです。それが最後のポイントです。私たちはこの壊れた世界に生きています。聖書とは真逆の価値観を学校で、職場でもしかしたら家で聞かされ続けているかもしれません。So 私自身も成果によって報酬をいただくという完全不愛制の会社に所属して毎日のようにこの成果主義のメッセージを受けるわけです。 every time every day I receive this merit based messages and actually my identity was really hurt attacked like if we cannot um, have enough result I am not good I'm not a good one the things not 神から来るものでないものが私たち自身の価値を決めることは絶対にありません。イエス様が十時間にかかって死んでくださったほどに私たちは価値のある存在です。 私たちの価値は何かをする前からすでに十字架によ,んでよってもう決定されています。Yes,、so、様ま、こう言いました。最後にすべて成し遂げたと一言叫び、頭を垂れて息を引き取られました。So、said, 私たちが。 人から認められ、自分自身に満足するために成し遂げたいと思っていることのすべてはイエス様によってすでに成し遂げられました。だから私たちはそのことに人生を費やさなくていいんです。 すべて成し遂げたっていうのはそういうことでもあるんですだからこそ私たちは本当に重要なことのために生きることができますルカの10:41から42主は答えて言われた「マルタよマルタよ あなたは多くのことに心を配って思い忘れられている。しかしそれはなくてはならぬ。しかしなくてはならぬものは多くない。いや、一つだけである。マリアはその良い方を選んだのだ。そしてそれは彼女から取り去ってはならないものである。そうです。マーサー、マーサー、The Lord answered, You are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one.Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. 忙しさは人との関係における最大の敵だと思いませんか私たちは生活すること、仕事すること、何かを成し遂げること、達成すること、獲得することに心奪われがちです。 あたかもそれが人生の目的であるかのように感じますが本当はそうではありませんそれはもう成し遂げられたので心配することをやめて本当に大切なことに迎え始めましょうでは祈りたいと思いますので立ち上がってくださいキネスさんア 今私たちは一生懸命何を追っていたのでしょうか何か違うことに心が奪われていたかもしれません。そのことの方が重要に感じられていたかもしれません。そのように言われてきたかもしれないし、今もなお言われ続けているかもしれません。 Listening to the wrong voices? そのように何かに追われまた追っていたなと思う方いらっしゃいますか Is there anyone who f e e l、uh, you are chased or you are chasing? Something? 自分のことだったなと思う,ことは思う方は、目を閉じてその場で手を挙げてください。This, you あなたのために祈ります。はのお父さん神様。 大切なことは多くないとあなたは言われました said, しかしこの世にあって私たちはたくさんの多くのものに心を奪われてしまいます world,、so、どうぞ聖霊様をあふれんばかりに送って助けてください本当の目的を見失うことがないように助けてください、so

本当に大切なものに向かうことができるように助けてください。また、兄弟愛と聞くとき、自分の、えー、肉の家族の兄弟を思い出すかもしれません。肉の兄弟であっってても全部を知いいるわけじゃないし Even brother In flesh know everything. 何でも言っていいわけじゃない。And we それなのに、何か兄弟から傷を受けてきた、あるいはそこにトラウマがある。また、肉の兄弟だけでなく、この教会内の家族、教会の兄弟に少し苦みがある。 ああるるいいいは苦苦を与えてししまったかもしれないという苦味があるそのような方いらっしゃったらその場で手をあげてください。ありがとうございます。 たた I pray for you.Heavenly Father.We go before your presence.Watastatu a Kami no Mikuni ではなくどうしてもこのように生きるものですので。We live in this world, not in your kingdom.We got hurt.And sometimes we hurt someone. あなたがその苦みの根っこを癒してください。Please、uh, delete the roots of the bitness. その苦みを見るとき、人を愛することが難しく思うときもあります。この苦味の苦根を取り去ってあなたが 許許し、すす力を与えてくださいますように。Please take this root of bitterness and give us a power to love.And またたたああなたは私たちが不十分ででることをご存知です。And God, you know we are not perfect.I だかららああななたは責めておられいいこと、とりがとうございます。I just thank you that you're not blaming u s あなたが許してくださいました。y o u forgive us. あなたが私たちの代わりになってあがなってくださいます。You, uh, そのこともあなたが完了してくださいます。本当に信仰で信じます。I believe by faith. この神の家族が安心して喧嘩することができる。In this, uh, family, family in God, we can take fight. あるいは安心してこの心を開くことができる。そのような新しい関係に今作り変えてくださることありがとうございます。過去がこうだったからと思わずに、イエス様は新しい信仰でこの関係を始めていきます。 We start new relationship. どうかこの新しい関係に進む勇気を与えてください。Please give us the courage so that we go into new relationship. まだ祈ったことのない神の家族のために祈る言葉を与えてください。Please give us the words so that we can pray for people who, have, who we have not prayed. オンラインレハイが解かれたときにはああ本当に。

このイメージがあるのであれば、イエス様はどうぞそれも取り去ってください。共に生きるものになることができますように。So、to 好きになることはできないかもしれないけど、愛することはできますように。 気が合わないかもしれないけどあなたが間を取りなしてくださいますように we,、uh, like、them, Jesus, こんなにも性質が違い生い立ちが違いたまものが違い何もかも違うのに神の家族としてくださったことありがとうございます一つ一つの期間は 一つの体の各器官ですとあなたがおっしゃいました神の霊によって私たちが一つとされているこの不思議に感謝しますこの愛にこの愛が世の中に際立つものでありますように私の愛にこの世のに 私たちが何かを語る前から何かをする前からこの愛が人々に見えるようになりますように。Talk, before you, before 過去のことは全て過ぎ去って新しい命をあなたが与えてくださっていることありがとうございます。That that, that past past, 遠く離れているからこそ。 いろんなものを犠牲にして愛するというこの素晴らしい試練を感謝します God, あなたがそのために召してくださいましたありがとうございます <Thank you. S 1> イエス様最後に御言葉を読んでみ,みんなで心一つにしてお祈りしたいですジーズ I read this、uh, Bible scripture and please help us to be united えとガラテヤの5の十三にこうあります兄弟たちよ私たちが召されたのは実に自由を得るためですそれは悪を行うための自由ではなく互いに愛し合い使い合うための自由です イエス様の十字架によってありとあらゆるものから自由にされたことを感謝します。Jesus, 神の家族を愛し始めることをどうぞ助けてください。ここにあふれんばかりの祝福があることを感謝します。 アイスレスキリストあなたのお名前によってお祈りいたします。あめん。じゃあ最後にクリップを読みましょう。<Yes. S 1> 日本からせのイエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。イングリッシュ、Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord. Thank you. Grace Jesus.